はい、OK かな。それでは始めていきましょう。第345回 KF ゼロニウム科学センターとします。はい、ありがとうございます。はい、始まりました。今宵も始まりました。暑いですね、本当に。もうおっさんにはきつい温度になってきましたが、頑張ってやっていきたいと思います。はい、今日はそうですね、3、4、5回ですね。はい、で、ワンピー側がキーさん、久しぶりですね。小岩の覇者、数えごっと、いろんな意味を持つキーさんが、キーさん今ね、秋葉を守ってるみたいですね。まあ今もか、頼もしい、主ですね。で、2P がペーパーキャノンでいいのかな、読み方は。マキシマちゃんですね。さあ、この対戦は多分ね、面白いことになりそうなんだよな。なかなかマキシマちゃんも鋭い行動が多いので。やつさん、どうしたの。キーさん負けそうになったら教えてくれと。さあ、マキシマにやはり苦戦している。さあ、ここはキーさんが出花をくじかれて、マキシマちゃんが先鋒戦を取って2番手にネームレス。おそらくまあ練習ネームレスをなんか使おうって言ってたからね、この前行った時。まあ、本来霞が本キャラではある、あ、本キャラじゃねえか、本キャラなんだけどクーラーだったんだよね。はあ、この練習中のネームレスがどうなるか。まあ、このまま取ればまあまだまだといったところですが。さあ、ベイパーキャノンが燃やされて、ジャンディで勝つ。これはファイナルフォーメーション。わからない。さあ、しかししっかり上を見て。そう、あれなんかね、興奮するんだよね、やられると。何つって。いや、なんかね、やられる側興奮すんだよ、あれ。さあ、大番が当たり、まあゲージ差はあるが体力差がかなりついている。落として、壊しからしっかり。さあ、最後はやはり狙いが4段下がって前へ。まあちょっとこのちゃんも防戦一本になってしまっているが、今の多分ジャックライジングは多分あれだね、なんだっけ、パワーウェーブだね。パワーウェーブが出てこなかったけど、ネームレスが落ちて対処パオ。いやー、見えづらいところからしゃがむし、斜めシャディ、まっすぐさま決めて対象戦。ビリーが対象か。これはちょっとまあいなしきれるかどうかですが、やはり単価の違いがうまい。さあ、まあお互いまあまだ全然一発でどうこうなるところではないですが、あ、おしゃれ。さあ、ここはガードしていく。はあ、もう危ない。右側が危ない。体力差もついている。さあ、どうなるか。時間も少なくなってきたところ、さあ、ここはおそらく投げを外して、あー、くぐろうとしたか。走ったところをしゃがみ C で迎撃して、まずはキーさん一勝。で、続いてチェルミーさんですね、三女。さあ、なかなかキーさんにとってはというか、尖った相手が続きますね。やったことあるっぽい。
はいはいはいとキリさん相手を見て知ってるぞと。確かになんかネームレス1回で終わったんだけど、あ、先方かすみっていうのがね、やっぱもう、まあ、ケラシとかもまあそうっちゃそうなんだけど、こういう職人キャラに対してね、もう無類の強さを発揮するんだよね。かすみが一番もうなんかきついんじゃない、まあ、キングとかもそうだけど。さあ、なんとか 3D で返していきますね。さあ、なんとかやはりチェルミさん側が近づいていきたいが、さあ、キーさんは棒守りを固めている。確かに秋葉の番人、まあ、キーさん先歩戦取って、続いてが舞、お、しっかりしてる知ってんだと。確かに秋葉の番人、さすが番を張ってるだけありますねさすがにさすがですね、やはりここの辺しか、なんか秋さんの動きがかなり軽快に見えますね。さあ、しかしなんとかこらえてほしいところ、チェルミさん側。さあ、落とせない。そう、これはね、対空面がね、ちょっとユリ側もチョッパーじゃね、頼りないんだよね。よくジャンプってばして相打ちになるから。さあ、アッパーの外から、あー、繋がってなかったけど。さあ、キーさん連勝。はい、三女の叩き打ち。来ましたね、長女です。さあ、キーさんは同じキャラとの対戦になりますね。さあ、先ほどと同じ先鋒戦ですね。さあ、キーさん あんなのできんだねもうジャンプ飛ばし一択のイメージがあるけど、重い。しかも画面端強制ダウン。さあ、怖がってと。さあ、なんとかこらえている。そういう意味側、早いがタイミングがちょっと合わず。で、先ほどと一緒ですね、順番もね。さあ、画面端から脱出して、あ、うまい。さあ、うまく距離を取ってケツ。さあ、キーさんが翻弄されているめくっている。これはありますね。さあ、これで体力はお互い満タンで、ゲージ差がついてますね。ゲージ差は約1本と。で、おっと、怪しい場面ですが、おお、さあ、チェルミさん側ゲージがない。あ、
さあ体力もゲージも少ない状態、ここは投げを外して繋がっている。ああこれは大逆転でかいですね。さあ先に大将 B さん側青ですが、はまず一発ガキャン、突破打ち、さあなんとかこらえてで、有利だよね大将。さあこれはまあどうなんだろうな。あ開幕ここは使ってスラッシュ1ゲージ払い、さあ非常にいい勝負乗っけてスラッシュ1ゲージ、さあ体力はほぼ5分かき消して、やっとここはよく見ていた、これはお見事。はい、ここでフロムヘル、多分、まあ、お互いあんま対戦経験はなさそうに感じますが、なるほど、キーさんが厳しいと。さあ、カスミキング、すごいな。さあめくってもうなんかほんのちょっとごちゃっとしただけでもう半分飛んでんだけど、なんだこれ、すごいな。さあかぶっていく、と投げにはならない、終わり際当たってここでドケラ。さあキーさん体力だいぶ残った状態ですね。さあ一発が重すぎる。さあ駒投げにはならず、さあちょっと安藤さん側が押されてる感じですね。かけてと今のが弱だったらね、あ騙された騙されましたね今ねそうあそこ一番多分隙はでかい場面部分なんだけど前が離れるんだよね。さあ中段当てみ、あよくあるしね今。さあしかしここは使っていく、ああなんと、さあごちゃごちゃしてきた、ああごちゃごちゃしてきた、打ち切って、ああ確かにさっきねまた騙されんじゃないかっていうあしかしなんとかギリギリ勝ちましたね。ゲージは温存している。さあここはキーさんペースか、さあキーさん冷たいな、条件引っ掛けて、ああすごい、あここは秋葉の番人しっかり決める。はい、つび顔がヒロさん、YD さんの弟子弟子ではない、なるほど
あ、なんか無印っぽい感じがする。あー、そっかそっか、前は名前が違かったのか。なるほどなるほど。ああ、霞より確か昔の東進ポン酢情報では頑張ればいけるみたいなこと言ってたな、いおり側も。え、ピーク時5分まで持ってった。さすが東進だな、この組み合わせは5分。確かに苦しそうなんだけど。苦しい。そう、確かになんか空対空頑張るみたいなことは聞いたな。はあ、なんか T さんやはりなんか重りが取れたというか軽快に動いてますね。さあ、そのまま押し切っていく。さあ、対象ちょいですが、やはりゲージが足りない。あ、もうこれ確か S アさん情報ではまあきついんだけど、K ダッシュとかよりはマシみたいなこと言った気がするな。さあ、どんどんかぶっていく。あっと、よく見ていたが、さあ、K さんもごちゃごちゃして相手の飛びに中断って見てたけど大丈夫か。さあ、温存か。これはここ次第ではまだ望みが全然ありそうですが、さあ、最後走って立ち、さあ、続いてキリスさんがネームレス。ああ、これはね、あれ、キリスさんなんか4段もうまいっぽいな。うん、今4段だよね。さあ、相打ち立ち、すごい。さあ、兄さん守りも固い。早っ。さあ、ちょい側なんとか一発させたいところ。鋭い、しっかりワンゲージ使って、お見合いから、さあ、予算側の処理もかなりいい動き。さあ、我慢する。あっ、竜巻。意外に長い0秒。なんだ今の負けだろう、感覚的には。さあ、ここで電力さん、これはかつて池袋を守っていた池袋のバーサーカーと秋葉の番人。ああ、霞マリー、まあ、なんかなんつんだろうな、まあ、極端な行動で、まあ、一応返してはいけそうなんですけど、マリー側も。まあ、当て身と、まあ、そうですね、エリアルガンダムもありますからね。うまい、連続さん、あれうますぎじゃない。ちょっと入力すげえ早いんだよな。さあ、押さえている。これは霞が落ちたのは非常にでかいですね。さあ、 T さんがここは押さえておきたい。しかし、やはり
さんのこう勢いがやっぱなんつうか乗り方がうまいというかね。はあ、すごい。あっと長飛投げだったかな。ああ、キーさんもかなり困っている。さあ、ああ早い。確かにやばい、やべえと言ってますが、もう結構前からやばかったと思うけど。あ、ここは早い。さあ、ここは勢いに乗る。で、ここで K ダッシュだよね、確かね。ここでの K ダッシュはえぐいね。さあ、なんとか同キャラ対象戦まで持っていきたい。あれああ、しかし、さあ、落として、うおー、なんだ今、なんか今すごくなかった。すげえスムーズだったな。お、これは、これはありますね。確かに万人根性値あるな。さすがやっぱ一つの場所を守っている男は違いますね。さあ、しかし抑えている。リバハイで脱出、はい、いえ。あー、しかしここは使う。大丈夫か。うわー、なんだ見えねえ。あっ、待って待って待ってよ。あっ、万人今なんかすげえしゃがみしいがさ、お互い前に出たやつかんだもん。なんだよこれ。アッキーさん、はい。で、ツーピン側はティアノさんですね。まあ、キーさん、まあそうですね、どちらかというと攻め寄りのキーさんと、どちらかというと守り型のティアノさんの一戦。確かにナルトさん、新宿の番人がセコンドしてるよ。てか、そもそもね、秋葉の番人が呼んだんだよね、確か、ナルトさんっつって、セコンドつけっつって。確かに万人プライド、まあ確かに負けらんない。うん、さあ、まずは同キャラ戦。うおー、すごい。さあ、こう当てみを読みつつ、あ、うまい。はい、勝負。あっと、ああ、今のは分かるな、あんな離れてんだもんね。むずいね。さあ、2番手がフォクシー。さあ、まずい。タンク脱出して、これはちょっと遅い。しっかり発動。万人、万人、万人、結局同じぐらい減らしてんじゃねえかよ。万人勢いが興奮してんじゃん。万人興奮してるよ。興奮してるよ。うわ、すごい。なんで急にスイッチ入った。あすごい状態になってますが、ティナさんがまあ完全に勢いに飲まれてしまっていますね。で、対象出るん。
っと危ない。まあお見合いから早い。これはあしかしうまい具合にダメージは取っている。さあ危ない。さあ小林さあすごいところで落として、ここは行パン。はい、さあ、ティナさん、あーこれは鋭い。そう、ティナさんいつもなんか対象パートやらされてんだよな。毎回やらされてる気がする。で、キーさんが連勝ですね。あ、間違えた。はい、鶴見川健さん。はい、わあ池袋の健さんですね。今日はそう健さん二人いるから。さあ開幕から攻めていく。まあ、今のところはキーさん側が防戦一方。うまい。さあなんとか一発返していきたいところ。うまっ。マジかよ。まあさあもううまい。さあキーさん側もここは早出しで仕留める。さあ、ネームレスですが、ここはもう K ダッシュをとりあえず何が何でも止めたいところですね。ゲージを払ってでも。さあ、ジャンプ押しが強い。どっか避けて遠心。まあ、かなりいい状態でキーさんが取り返していく。俺に敗北はない。さあケンさん側が中堅霞。なんか今日はなんかより秋葉の番人だからか分かんないですけどみんな試合を結構見てる気がするね、いつもより。さあここはしっかり反撃を取ってさじ飛びになっている。さあついにキーさんが追い詰められる。さあ開幕上中段から、あすごい当たり方した。さあここは A1。 ああ置いてある。さあさあここは投げを通して、あ、危ない。さあお互いゲージがマックス。ああ見えづらい。これは初コンでフィニッシュ。さあ勝ったのはケンさん。